福井鉄道、福井鉄道株式会社、福井鉄道、福井レイロ ACO、LTD は、福井県越前市に本社を置き、福井県内でバス、鉄道などを運営している企業である。福鉄と略される。2009年2月に、国の鉄道事業再構築実施計画の第1号認定を受け、現在、活性化、再建を進めている。営業収益。 売上高で見れば、運輸事業では、他の多くの地方ローカル施設と同様、鉄機動事業部門より、自動車事業、特にバス事業部門の営業収益の方が多くなっている。直近の平成23年度、2012年3月期、決算によれば、自動車事業部門の営業収益が複鉄単体で、見れば、約75%になっているのに対し、 鉄気道事業部門が占める売上割合は、複鉄単体で見ると約23%である。鉄気道事業は1963年以降赤字が続き、バス事業や不動産事業などで上げた利益により赤字を補填する形で維持してきたが、規制緩和による貸し切りバス事業における他社との競争の激化、長引く不況による出来え等により、バス事業部門の採算が悪化。 バス事業部門自体が赤字となり、収益構造に問題を抱えることとなった。福井鉄道は平成19年度末2007年3月期で、すでに累積損失約22億円、累積債務約30億7000万円を抱えていたが、国は都市銀行の準拠する基準を国内基準から国際基準に切り替えるために会計性を変更。 福井鉄道はそれに伴う減損会計の導入により、線路用地が赤字を生む資産として評価外を義務付けられた結果、新たに9億7千万円の減損損失を計上することになった。これは対借対象表では、固定資産の減少とその見合いによる累積損失の増加で、借入資本、負債が相対的に大きくなることを意味する。それにより、 経営上の重大な疑義が生じたとの判断がなされ、福井鉄道へのこれ以上の銀行融資が困難になった。2007年9月、福井鉄道は自主再建は困難とし、県、沿線3市に支援を要請した。同月、県は沿線3市、福井鉄道、株式の33%を保有する名古屋鉄道、名鉄に呼びかけ、福井鉄道、 福武線存続協議会を設置2007年2月第5回福井鉄道福武線存続協議会において県は福武線の存続スキームを提示した。福井鉄道福武線存続協議会において存続スキームへの検討が進む一方で、連合福井の地域協議会、当時のサバタン地域協議会、南越地域協議会が自治会組織、 サバ市区長会連合会、越前市区長会合会や NPO 等に、勉強会開催の呼びかけを行ったことが起点となり、合意形成が進められていったが、2008年3月、サバ市区長会連合会の呼びかけで、沿線三市住民代表が合同会議を開催、続いて、福井鉄道、福武線の存続に向けた、沿線三市住民レベル合同会議が開催され、三市で、 合同のサポート団体を立ち上げていくことで合意した。2008年3月の第6回福井鉄道福武線存続協議会では、福井銀行がオブザーバーとして参加し、再建放棄はしないもののつなぎ融資を実行することを明言した。2008年5月、第7回福井鉄道福武線存続協議会において上下分離方式による 再建スキームでの路線維持存続方針が確認され、沿線3市は、福井鉄道、福竹線活性化連携協議会、法定協議会設置した。また、沿線3市で、それぞれの市を事務局とするサポート団体が設立され、2008年6月には、3市のサポート団体による、福井鉄道、福竹線サポート団体東京議会が設立されている。 2008年11月25日に開催された福井鉄道の臨時株主総会では福井銀行出身で元福井鉄道顧問の村田春が新社長に選任された。これらを受け2008年12月29日昭和30年代以来福井鉄道の株式を保有していた名鉄が福鉄が一株を新規発行しこれを10億円で引き受けるという形の 第三者割当増資を引き受けた上で、増資された一株を含む保有全株、合計二十四万六千6 8 9九株を、地元自治体の出資する、ともや三市のサポート団体、商工会議所等へ一株一円で、全面譲渡し、経営から撤退した。地元資本、地元出身経営人による、経営体制が確立した一方で、2 0 0年2月24日には、 国土交通省に申請していた鉄道事業再構築実施計画が地域公共交通活性化法に基づき全国初の認定を受け国自治体からの行政支援が軌道に乗ったこの計画は安全対策の強化各種設備の維持改修更新営業強化ソフト面での利便性向上運賃や運行形態の見直しなどハード面での利便性向上 新駅設置やパークライド促進に向けた駐車場促進に向けた駐車場設置などの3点を目標の柱に掲げ10年間というスパンで輸送量増加と経営改善を目指すのである。本計画では施策実施に必要な財政支援策も合わせて示され総額55億に700万円の財政支援が必要と算出された。 その内訳については、沿線3市による、鉄道用地の取得費が12億円、設備更新の費用が10年間で、計31億に700万円、設備の維持修繕費が10年間で、計12億円と、それぞれ見積もられており、この内土地取得費については、県と沿線3市が、設備更新費については、県と法定協議会が、維持修繕費については、 沿線3市がそれぞれ分担して負担することが決まっている。また、設備更新費のうち10億円が国庫からの補助金によって賄われる子、固定資産税の優遇措置を受けることも合わせて決定した。財政面での裏付けを得て、再構築計画は着々と進められており、特に営業施策の強化や利便性向上策が大きく進められている。 営業施策については企画乗車券の発売やイベント列車の運行、沿線自治体と連携した観光客誘致策や地元住民の利用促進策に多数取り組んでいるほか、利便性向上策については新駅4駅の設置、パークライド、P&R 駐車場の設置、拡大を進めていい。このうち新駅については2009年度、2010年3月25日、 にスポーツ公園駅が2010年度2011年3月20日には大町の里駅と生命駅がそれぞれ開業しており P&R 駐車場についても全区間合わせて393台という増強目標に対し2012年4月現在387台にまで増強が進んでいるまた鉄道設備の更新については 信号保安設備や線路設備の更新が徐々に進められているほか、車両面では4編成の新型車両の導入が盛り込まれ2016年度までに導入された。こうした様々な施策もあり、2008年度、平成20年度に160万5千人であった乗車人員数は2014年度、 平成26年度では193万4000人へと20%増加している。2016年、平成28年3月27日には、フェニックス、田原町ラインとして、福井鉄道、福竹線越前竹尾駅と越前鉄道三国あわら、千和室か張原駅との間で、田原町駅を介して、相互直通運転を開始した。同時に、 福井駅前電停への視線を福井駅西口広場まで延伸し同電停を広場に移設した。狭い電停の拡幅回収 PTPS 公共交通優先信号の設置も進められた。なお、越前鉄道との相互乗り入れ計画開始当初は直通区間を福井市内で完結する形態となる。 福武線の浅水駅は2日張原駅間で福井鉄道車両のみの型乗り入れとする計画であったが福井鉄道側の施設面やダイヤ面及び旅客の利便性を向上させる目的から当初計画を変更し起点の越前武雄駅からの直通及び越前鉄道側も車両を用意しての相互直通運転とした一方で越前鉄道側は 相互直通列車の折り返し駅は、当初の計画通りはしつか張原駅のまま、ただし厳密には一度西長田駅までの直通に計画変更をしたものの、再度の計画変更で当初計画に戻ったとしたため、越前鉄道直通列車は、あわら湯の町、三国広方面には設定されていない。一般路線バス、高速路線バス及び、貸切バス事業を運営。 福鉄バス及び福鉄観光の通称も用いられている。一般路線は越前市、鯖江市など福井県霊北南部及び鶴ヶ市など同霊南東部を中心に運行しているが、鉄道事業の福竹線と並行して福井市中心部へ乗り入れているほか、大井郡大井町にも路線がある。また、当該地域の一部自治体よりコミュニティバスの運行を受託している。 経路など詳細は、当該項目を参照のこと、内は共同運行会社。経路など詳細は、当該項目を参照。名鉄グループ時代から、一般路線車、高速路線車、貸切車ともに、長年三菱不装製に統一されていたが、近年は、日野自動車製も導入されている。一方、グループ会社のレインボー観光自動車は、三菱製に統一されている。 一般路線車では1990年代後半より低小型バスを積極的に導入し、2000年以降はノンステップバスを増備している。カラーリングは赤色と白色を用いた名鉄カラーを採用していたが、ワンステップバス及びノンステップバスには海をイメージした独自のデザインを採用している。鉄器同事業では福武電気鉄道により開業した。 越前竹尾福井市内間の福竹線のほか、サバウラ電気鉄道により開業した水落ち、小玉のサバウラ線、西歩線や竹岡京弁鉄道、あとに竹岡鉄道、南越鉄道と改称し、福竹電気鉄道に合併により開業した社、竹尾淡田太,太の口間の南越線の二路線を用していたが、1973年にサバウラ線、1981年に、 南越線が廃止されて以降は福武線だけを営業路線としている。前日の通り近年では厳しい採算、経営状況が続いているが、企画乗車券発売やイベント列車の運行、沿線自治体と連携した観光客誘致策、新駅設置やパークライド駐車場の設置、拡大といった地元住民の利用促進策などに注力し、乗客数増を目指している。 原油路線、廃止路線、福武線では2006年、平成18年4月に運用車両を名古屋鉄道より譲り受けた路面電車系車両に置き換え、従来車の大半を代替したが、さらに2013年、平成25年3月には自社発注の提唱型、道電車系車両、海線系を導入した。また、回線系の導入と並行して、 注目土工場や鉄道ファンの集客を狙い、元ドイツシュトゥットガルト市電の車両で、1990年から2000年まで、高知県の土佐電気鉄道、土田、現、土佐電交通で導入、運用されていた735系電車を購入、回収して運用する案が、具現化、車両購入費200万円と運行に必要な、回収費、輸送費7、600万円の、計7、 800万円について全額を県が補助することを盛り込んだ予算案が福井県の2013年度当初予算案に盛り込まれた。福井鉄道での形式名は海1型都市2014年3月29日に披露式を行ったが配電の不具合により数十メートル走行したところで運行を打ち切った。その後4月12日に営業運行を開始したが、 度重なる故障により6月14日には運行を停止。その後9月6日に運行を再開したが故障により9月8日から9月30日まで運休する。なお、朝夕のラッシュ対応のため、以前より在籍した鉄道線規格の車両のうち8両が残存している。鉄道線規格車両の外観上の特徴としては、床が高いことから側面扉部分に 折りたたみ式のステップが設置されていることで、このステップは客用扉の開閉に合わせて自動的に展開される。路面電車系、鉄道系、また、この他にディーゼルモーターカーがある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。